あ、来たよ、笑い。来たよ。来た来た来た。うれい。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。ということで、本日は練習の日なので、今日まで意識高く一日を送っていこうと思います。ということで、今日も一日、スタートだ。まあ今足怪我しててね、湿布を貼っていつも寝るんですけど、起きたらこんな状態になってるから、あんまり、意味はないのよね。ます。はい、じゃあ今日もね、スムージー作っていきたいと思います。今日はね、少しちょっといつもと違った食材、ストロベリー、リンゴも使っていきたいと思います。ちょっとむずいって、リンゴの皮もう入れちゃえ、入れちゃえ、一緒だ。うん、一緒。はい、お次、バナナ。ほな、いきます。あれコード刺さってなかったいただきたいと思います。うわ、匂いすごいな。うまっ。ちょっといつもと違ったうまさあるわ。またちょっと酸味の効いた。はい、それではね、朝練の準備していきたいと思います何がよし、着替え完了。おお、ハンマーヘッドシャークみたいなところ。行きます。本日はね、あいにくの雨でございます。まあそこまでね、土砂降りじゃないんで、まあ元気にやりたいと思いますけど。でね、いつも思うんですけど、こんな朝早くから練習するっていうのは、なんだろう、やっぱ本当に時間を効率的にいかに使えてるかっていうのを最近実感してて、だって練習が終わったとしても、全部の練習が終わっても家に帰ってくるのが朝8時半とかなんですね。めちゃくちゃ時間有効に使えるんですよね。まあ朝練ね、時間を有効に使うには本当にいいんじゃないかなって最近やっぱ実感してますね。はい、さあさあ着きましたよと。グラウンド到着しました。現在の時刻5時15分。気温7度です。頑張っていきたいと思います。あ、それ。ええ。強いのか、強いの。
うわゴムチップついてる。やめてもらえる？うそいよ、うそっしゃーけんよ。ただいま、ちょっと朝飯ある？いたいたです。はい、ということで今日の朝飯なんですけど、隣の先輩が今日カレー作ったっていうね、あの噂を聞きつけたんで、ちょっとね今日先輩の部屋にこじきしに行きたいと思います。行ってきます。すいません、すいません、いかがなものかいただきたいと思います。俺ほんとリアルを言うから、リアルを言うからね。飛んだこれ。イエー。え？じゃあちょっといただきたいと思います。この豆の感じとこのカレーのスパイスがこう合わさって、マサチューセッツ工科大学名誉教授の論文書いた時の見てる時のモニターに映し出されてるスティーブ・ジョブズみたいな味します。はい、ということで、今日もね接骨院行って、全力で治していきたいと思います。今日もねおそらく電気治療かな、ビリビリとやっていくわけですよ。やべ、めっちゃおちょこちょいした。今日ね1時からと思ったら2時からだった。全然やってない、全然押しても引いても横にやってスライドしても全然開かないから どうしようかと思って。全然2時からだった、ごめんなさい、2時からでした。はい、ということで今治療終わりました。もうだいぶね腫れが引いてきてて、まあほとんど結構もう治りかけてきてるんで、あと少し頑張りたいと思います。それでは今からトレーニングしたいと思います。誰がおんねん、その桜もう散ってんじゃん。そうだよ、早いね。なんで桜とかって素晴らしいかっていうと、うん、こうやって見上げないと木の桜とかって見えないでしょ、うん、それ見上げる気力も元気もない人のために桜って落ちて下でも輝くんだよ。全部そうやん。だから素晴らしいんだよ花は。花はね、桜に限ってないってことじゃ。じゃあ桜関係ないや。何それ。今日も最高のトレでした。ありがとうございました。よいしょ。ご飯炊いてある？あ、そう。あ、ほんと。はい、ということで今ちょっとね、筋トレから帰ってきたんで、今日はプロテインスムージーを作りたいと思います。もちろんね、こちらのウマテインを使ってやっていこうと思います。その前に一回これ食います。うわ、すげえこれ、めっちゃマンゴーの匂いする。うめっ。ということで本日入れるのは、いつも通りヨーグルトとブルーベリー、ストロベリー、これに今日は豆乳いきます。これにウマテインを入れていくと、なんかいかがなものでしょうか。うわ、すごいプロテインの匂いもする。ちょっといただきます。
ほぼ馬テインの味。色は違えど、色は違えどプロテインの味。今日もねしっかりやることやったんで、ちょっとね夜飯の時間まで、ネットフリックスの時間にしたいと思います。で俺イテオンクラスとか見てないんだよね実は。なんか食わず嫌い、イテオンクラスを食わず嫌いしてる自分がいる。ちょっとイテオンクラス見てみようかな一から。はい、ということで、ね、今日はねもう 夜になったんでね夜ご飯使っていきたいと思うんですけれども、今日はねピカタ、鶏胸肉のピカタを作っていきたいと思います。ピカタ侍はどちらでやれますか、ピカタ。では、ね、早速ね作っていきたいと思います。胸肉用意、卵割ります。あ、間違った、頭で、はい。で、この卵をくぐらせてフライヤーに入れていくと。はい、それではイン。来たよ。今日も180度でラリゴー。焼いてる間に、キムチ豆腐とオレンジが完成しました。できたっぽいですよ。とどれどれどれ、ん、なんか大丈夫かな、ちょっと待ってくださいね。はい、完成いたしました。食べていきます。ではいただく。よし、食べていこう。若干失敗ですねこれ。うん、ごめんなさい、ちょっとし若干失敗。でもね気にしないことが大事です。で、今日ブロッコリー食べていくんですけど、これめっちゃうまいの。ごま油ガーリックキューピーちゃんのやつ、これおすすめです。めっちゃうまい。野菜嫌いでもね多分食いたくなりますよ。ブロッコリーいただきます。ベジファースト忘れない俺、賞賛に値する。うん、うまい。トマトも、トマト嫌いな人結構多いじゃないですか。俺めっちゃトマト好きなのよね。だからこれびっくりドンキーとか行く時も、野菜の上に乗ってるトマトとかも俺回収しても全部一人食うもんね。それぐらいトマト好きよ。ということで、こちらのピカタちょっとね失敗しちゃったんですけど、大事なのはやっぱ味ですから。はい、ちょっといただきたいと思います。ピカタ、え、芸術家ピカソ、本当にそれぐらいの立ち振る舞い、すごいわ。うまっ。ヘルシーなんだけどもジューシー、一番好ましいやつだよね。だから人々が、うまいわ。やっぱこのチーズもねいい感じに乗っててうまいですわ。うん、へいへい、ヨーヨー、これがピカタ、これで俺の食事の味方になってくれるっていう見方もできるけれども、仕方ねえ、食うか。うまっ。俺毎食ね最近キムチを食べてるんですよ。うん、めちゃくちゃうまいもんねキムチ。で今日スーパーに買い物先輩と行った時に、こうキムチ見ながら、俺最近毎食キムチ食ってんだよねって先輩に言ったら、ああだからかって言われたんですけど、どういうことだ、捉え方によっちゃこっち傷つくぞそれ。やね、だからかって口臭いみたいになってんじゃねえか。はい、ということで、今日も一日が終了いたしました。今日もね最高の一日を過ごせたんじゃないかなっていうふうに思います。怪我もね、だいぶ良くなってきて、そろそろ復帰できるというところまで来たのでね、しっかりとまた、体を作ってね、復帰できるように、これからも頑張っていきたいと思います。ということで皆さんもね、まあ、シーズン今始まる時期ですけど、全員で頑張っていきましょう。ということで今日はここで終わりたいと思います。 Twitter、Instagram、概要欄の方に貼っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは寝ます、おやすみ。